私が東京で見つけたふるさと三重県出身の仲間たち。この素敵な時間が永遠に続くと思っていた。だけどまさかこれが最後の夜になるなんて。いやー、今月もめでたく三重芸能クラブスタートできてよかったね。あ、そういえばほんと決まったね。そう、伊勢島サミットほんとすごいですよね。あ、チャンさんは三重の国観光大使なんですから頑張らないと。確かにね、結婚もしたし頑張らなあかんな。おめでとうございます。私離婚したし三重に U ターンしようかな。え、実は前から考えたんだけど、ちょうどタイミングかなと思って。実は僕も考えてたんですよ、 U ターン。今回の結婚を機に。は？え、ちょっと待って、何この展開。ただまあ帰って何すんねんっていう話なんですけどね。そうなんだよね。昔美和ちゃんが地元であのさんやりたいって言ってたり、吉田さんはくのいちになりたいって言ってた。いや、もちろん冗談だとは思うけど、ただ U ターンってそれくらいリアリティないんだよね。小倉さんは鈴鹿でレースクイーンやろうと思ってる。レースクイーン。いや小倉さん、それ受ける、普通に面白い。え、何、本気なんだけど。だって三重県出身の女は全国でスタイルいい女ランキング1位だし、私のまとめサイトにも足が長いとか胸がでかいとか書かれてるし。僕そうやまあ、ちょっと聞いてよ、私レースクイーンになってまた新しい人と出会いたいの。そんで三重で幸せな家庭を築きたいの。再婚ってことですか？三重の男ってデータ上一番結婚に向いてるんだって。協調性があって倹約家で商売上手で、しかも酒やタバコをしない確率が高い、日本で一番理想的な男なんだって。本当ですか？リカちゃんはさ、三重に帰ったら何がしたい？まあ私はどうせならふるさとの役に立つことがしたいです。何その好感度上げ上げのアピール。松阪牛のタリアータでございます。やばい、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。ていうかリカちゃんさ、本当は長崎県生まれでしょ。三重には2年しかいなかったってネットに書いてあったよ。あ、失礼しました。ちょっとそれを人前で言わないでくださいよ。いつもそれで炎上するんですから。別にいいんじゃない。そうですね、切り替え早い。でも私はそれでも三重のことが好きなんです。確かに2年しか住んだことありませんけど、でも大好きな三重に恩返ししたいんです。僕もです。僕は三重県名張市出身で、ぶっちゃけこの松阪牛とは縁もゆかりもございません。なんやったらこの松阪牛初めて食べたのって東京来てからちゃうから。でも僕は松阪牛が好きなんです。出身とか関係なく、僕は松阪牛に恩返しがしたいんです。チャンさん、決めました。僕は三重に U ターンして嫁さんと松阪牛育てます。私も決めました。三重に U ターンしてやりたいこと、今の三重に役立つこと。
その木が樹齢500年から1000年のものです。ビモン、セプミリア、バレモン、コンフィリいえ、バレナプラフェッカイセネガルタミバレナプラフェッテえ、リカちゃん何語弱いなぜ通訳惚れてまうやろ。新しい自分に出会おう。三重県。